8月10日、JRA は角田大河機種が亡くなったことを発表した角田機種は1日、函館競馬場に自動車で乗り込み、芝コースの一部を破損させたとして2日の午前10時から函館競馬場で JRA からの事情聴取を受けていたその後、処分を決める裁定委員会に送付される旨を本人に通知したが、連絡が取れなくなっていたという。 本人は1日にあった同心花火大会の見物のために侵入したと話していたそうです同席者もいたようですが2日には本人で間違いがないかどうかビデオを立ち会いのもと確認したようです角田騎手は素直に認めたため正式な処分が決まるまで非常停止となっていましたしかし自動車で競馬場に乗り込むという行為は 前代未聞のことだけに、騎士免許の停止ではなく、取り騎士まであると伝えられたそうです。スポーツ指揮者。角田騎手は、元騎手の角田光一調教師を実父に、兄に大和騎手を持つ、競馬一家。石橋守九社所属で2023年3月に、初騎乗から2連勝という、華々しいデビューを飾った。同年と翌年に36勝を挙げ、 2024年はここまでに18勝と今後の活躍も期待されていたホープだ角田騎手は昨年も携帯電話を使用禁止区域で所持していたことを発見され30日間の機上停止処分を受けました JRA では当日に飲酒運転をしていた可能性も指摘されていてもしもそれが事実なら かなり重い処分にせざるを得ないという判断でしたその後の角田機種の動向についてデイリー新潮は8月7日電車と接触事故を起こしたのではないかという情報が関係者の間で流れていると報じているしかし JRA は同氏の取材に対し承知しておりませんと回答していた今回の不法にあたり 亡くなった場所などの詳細については遺族の意向により差し控えられている確かにそのような情報が関係者の間に出回っていたのは事実ですいずれにせよ角田騎手は自動車での乗り込み事件について事情聴取を受けた後、と事の重大さに気がついたのが一人では立てないほどの落ち込みようだったそうです多くの関係者は同事件を反省した上で まだまだ活躍してほしい願っていたので、本当に残念ですし、無念です。あまりにも早すぎるしだ。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。やることやったたんだから、正式な議定が出るまで、気上停止、スマホもやらかしてるし、前代未聞のことやらかしてるし、免許剥奪可能性も、当然のこと。本人が亡くなったからといって、 それまでの JRA への対応が間違っていたと、非難される必要はないし、許されることではない。英服は祈るけど、それは、それ、やったことの重大さとはまた別物です。うーん、やはり根本的なことが分かってなかったんだな。競馬に人生をかけるのであれば、コースに自動車で入るなんて、まずありえない。なんとか、ハラスメント等の効能を覚えるより、 まずはいろんなもののなりわいや持つ意味を勉強するべき勉強させるべきだ取り消しほどの処分になるとは全く考えてもいなかったんだろう聴取でようやくことの重さに気づいた成人していても中身は本当に子供だった同じようにスマホで処分された機種全員に言えること次にことを起こしたらアウトだと事前通達しておくべき スマホを持ち込む時点でそういうことすら分かってない可能性が高い実力もあって将来を期待されていた機種でした自分の犯したことの重大さから絶望してのことかと思いますが最悪の結果になる前に思いとどまることができなかったのか本当に悔やまれる過去は変えられないけど他の方法があったはずだし生きていれば他の道も選択できたはず 本当に悲しすぎる出来事、お悔やみ申し上げます。